人豪無茶兵衛は、森田健次と、原骨プロの漫画作品、及び、それを原作とする日本のテレビアニメである。徳川家が平定して間もない江戸の、とある長屋に住む老人無茶兵衛は、豊富の末裔であるというボケ丸という男児を、貧乏ながら育て上げ、豊富家を復興させようとする、あらすじのギャグ漫画。ギャグ漫画ということで、江戸の町に、テレビがあるのは、もとより、 街中に道路標識や東京タワーまがいの塔が建っていたり、カゴにタクシーの料金メーターがあったり、家光とかぶれず金の水話にトランシーバーを使ったり、江戸と大阪の間に新幹線カゴというカゴが走っていたり、通過単位が円で、反札が連載当時発行されていた C1 万円券と同じであるなど、舞台設定が 江戸時代でありながら現代文明が普及しているという高等無形な光景となっている。原作漫画は、講談社の週刊少年マガジンに1967年31号から1968年20号まで連載された。単行本は、1969年に若木書房からコミックメイトレーベルで、1976年に長文社から、 ホームコミックスレーベルで発売。また、ヒューからレジェンドコミックスレーベルで電子書籍化されている。共に、全2巻。中でもヒュー版は、連載原稿からスキャンした高画質デジタルリマスターである上に、それまでの単行本未収録の回も収録されている。レギュラー、または準レギュラーとして登場するのは、以下の通り。他に、かぶれの部下の忍者隊、通称、 徳川忍者隊も何度か登場する。1971年2月15日から同年3月22日まで TBS で放送。TBS と東京ムービーの共同制作全49話。1回につき2話の放送を基本とする帯番組で毎週月曜日く金曜18時から18時30分に放送されていた。本作は 日本国内では20世紀最後のモノクロアニメとなっている。1968年に制作されたが、テレビ放送のカラー化が進んでいく中で、今更モノクロ作品はどうかとの理由から、お蔵入りになったという。だが3年後、ほとんどのテレビ番組がカラー化された中で突如日の目を見た。制作年で言えば、1969年から、 同局で放送された梅干し殿下とネットテレビで放送された猛烈は太郎の方が後発であるが放送は本作がそれらの後になっている2016年3月25日ベストフィールドから本作の DVD ボックスが思い出のアニメライブラリーシリーズの第52集として発売された販売は TC エンタテインメントが担当映像は HD リマスター化されているが、第5回のビーパーと運動会作戦が未収録となっている。当時朝日ソノラマに勤務していた橋本一郎は自身のツイッターで主題歌の作詞を担当したと語っている。オープニングとエンディングそれぞれの映像は1999年にビームエンタテインメントから発売された東京ムービーアニメ主題歌大全集と2015年に 東映ビデオから発売されたトムスエンターテインメント TV 主題歌大全集にも収録されている。ただし、エンディング映像についてはノンクレジット版である。オープニング後のサブタイトル表示は、標識の勘という音がした後、ムチャヒョうえが、江戸城をバックに信号、ムチャヒョうと叫んで傘を開け、その後にポケマルが、〇〇の巻きぞよと読み上げる形で行われる。 参考、辰巳ムック、東京ムービーアニメ大全集、辰巳出版、1999年、ISBN4 から886414095、監修局一東京支店東京ムービー事業本部、ありがとうございます。